めんごめんなさい、ゆうはの声よりでかいくしゃみが出てしまいました。声より、これが噂の声より大きいくしゃみです。恥ずかしい。ひでひでさん、くま、ありがとうございます。ちょっと待ってね。あ、え、そうなの？くしゃみの大きさって肺活量と比例するの？本当にそうですか？本当？ごめんごめん、スピーカーから大音量でごめんなさい、イヤホンの方もごめんなさい、大音量でくしゃみが流れてしまい、すいません。こんにちは。ちょっと待ってね、少々お待ちください、ごめんなさい。大丈夫。はい。ですね。ここでですね。どうしようかな。あ、これどんな服？まずはちょっと待って。紹介しますね。これはさっきも着てた、配信で着てた服なんだけど、肩がカーってなるオフショルです。思った以上に肩が出るオフショルだけど。意外と出なかった。もうちょっとなんか一番最初に届いたまま着た時はめちゃくちゃ肩だったんですけど、今調整したらあんまり肩じゃなくなりましたね。でも可愛いお洋服ですけど、寒いので、そろもうちょっと寒くはないけど、ちょっとしたら肩をさ閉じようと思います。ビスっぽですか？ちょっとビスかは分からないけど、全然ドレスじゃなくてめっちゃカジュアル
下はデニムで合わせてます。メイクもちょっとピンクにした。でもちょっと電気を抑えたい。はい、こんな感じでおでこを出してみた。ビスおでこ出してるから、いやおでこ出すと思って出してみたんですけど、ちょっと調整したい。充電と電波大丈夫？充電は大丈夫、電波は大丈夫でしょうかね。多分大丈夫だと思うんだけど、うん、こんな感じ。こんな感じでどうでしょうかね。今は大丈夫、あ、よかった。ちょっと色味を足して、光で飛んでしまったので色を足して、待ってね、つけたいリップがあった。リリカと花江とお揃いの指輪もつけて、さっきから3歳大人になった。本当？よかった。はい、花江からも、花江とリリカとお揃いの指輪つけて、ゆうなからもらったリップをつけて、夏希からもらった下地をつけて、もっちゃんからもらったね、いろいろつけて、ルアが、ルアいつもかわいいかわいいって言ってくれて、すごくユーハの自信をつけてくれます。みんなにたくさんね、そう、今みんながついてるので、ここに勝手に勝手にみんなを今呼び寄せたので、みんなのパワーがここにあります。自分はいらない、そんなことないよ。みんなが必要、誰一人いらない人なんていないから、そんなこと言わないで。はい。うう、ありがとうございます。ギバさん、クマ、ありがとう。そうですね、いろいろ話したいこともあるけど、カラオケもしたいし、でもどうしようかな。あとはお知らせもあるし、お知らせをいつしたいですか、いつ知りたいですか。一旦カラオケした後か、今か、19時に、朗報、朗報、大丈夫、秘宝ではないから安心してください。嬉しいお知らせがあるので、話しやすいタイミングか、難しいな。
じゃあちょっとまあもうちょっと待ってもらおうかな。全然ここでお知らせがあるのでってこんなにワクワク言ってるのにすごいあの悲しいお知らせだったら嫌じゃない。ちょっと待ってね、おでこじゃなくて顎の最終調整。光るとさ変わっちゃう。それでいいかな。あ、そうですそうです、さっきの連絡。そうみんなが喜ぶと思う大体の方は。やったぜやったぜ。いやもう早く言いたいぜ。待って8時までだよねこれは。なんか今若干暑いんだけどエアコンつけたら寒いかな。弱にしたらいいかな。ドライ風量静かで運転ドライ。あ、風量静かでドライはできないんだ。オッケー。待ってこれじゃなくてつけたいリボンがある。久しぶりにつけたからすごく頑張って。すごく頑張っている。でもそんなに頑張ってもらわなくてもいいんだよね今。ちょっとめっちゃ暑いわけじゃないから、これ一個しかないな。こっちにしたかったけど1個しかない。どこへ行ったんだい。すぐなくしちゃうんだよね。さて、そしたらばこれをエアコンをつけたので肩を戻そうかと思うのですが、肩見納めましたか。あ、さっきあれにあったけど確かにさ、あれですね、わちゃごなっぽい肩が出るだけで
い、スクショするなら今ですね。大人だ。うちの方は今ね、あざがあるので、肩が見えない。どうですか？撮れましたか？知ってるユーハじゃない。知ってるユーハじゃないか。あ、そう、このオフショル何が言いたかったかって、ここでオフショルって結構肩ガチってなるけど、肩が緩い、こうもどこんなになるオフショルでした。それでは肩をしまいたいと思います。皆さん肩ありがとうございました。肩バイバイ、肩バイバイ。すぐしまえちゃうんだからねって言ってちょっと手こずってるんですけど、はい、また会いましょるだ、また会いましょるだね。はい、第一肩締まりました。第二肩も締まりますよ。よいしょ。まあ、またいつでもすぐに取れるの。なんかね、ずっと着方わかんなくて、ここにボタンがついてる、なんかちっちゃい短い紐とボタンがついてて、これなんだろうって思ってたら、ここを留めておくボタンでした。それさっきわかったから、これをユーハが見つけなかったらずっと肩だったの。残念でした。残念だ。農業大学校を来てくれてありがとう。こちらこそ、学校の方かな。ありがとうございました。楽しかったです、とても。で、さっきさ、タワー、クマ、うん、のりさん、クマありがとうございます。ありがとうね。肩閉まったらこうなる。でもまあちょっと肩出る。このクマ水色ってのがまたいいね。そう、なんかね、ユハのためかのように水色ですごく嬉しいですね。じゃあね、カラオケしよう。のまま一曲やればよかったか。
ちょっと大人っぽい曲にしようかなって思ってるけど、何にしようかな。包帯をしている私の手首は恋した数だけ印がある。昨日言った言葉を今日覚えているとは限らない。気の抜けた頃は一度別れた男とのキスみたいな味がするね。喧嘩するなら高架線の下で電車が通った時にしようよ。なんて咲いてペラペラ喋りすぎて自分のことが嫌いになる。こう見えてあの頃はね無口だったんだよ。だらしない愛し方で自分を傷つけた。どうでもいいプライドのせいで、だらしない許し方で今でも生きて T シャツを脱げないちぶさに残した別れた男の未練のキスマーク。いつか見た夢の続きはもう打ち切りらしいし、ベッドに寝転がった時に見える天井の模様に何か意味があるのかな。そう、土砂降りの雨にずぶ濡れになる機会を待っているんだ。一人つぶやく世の中面倒だから、他人のことは無視しようか。いつだって自分勝手死んだっていいんだ。だらしない別れ方で誰かが呆れてる。思いつきの感情のせいで情けない悔やみ方で生涯負けいのだ。それでも愛に舌打ちしてる。公園でみんなが頑張れって言ってる。ありがとう。泣いちゃうよ泣いちゃう。そんなでも泣かないぞありがとうございますって伝えてほしいけど伝わないよね。だらしない愛し方で自分を傷つけた。どうでもいいプライドのせいで、だらしない忘れ方で余計に落ちてゆく。眩しそう今私の人生。
このポーズで合ってるかな。ねえ、みんな優しいですね。ありがとうございます。嬉しいね、そうやって応援していただけるの本当に嬉しい。昨日あ、スイスイ主導でありがとう。スイスイずっとね、夏希もね連絡くれて、ゆうはこの写真見て元気出して、この写真見て頑張ってね、でなんか面白い写真いっぱい送ってきてくれたり、もうねめちゃくちゃずっとねゆうはのことを気にかけてくれて、みんながさっきコマも連絡くれて、みはるさんも X でイハ頑張れって言ってくださったり、他の先輩方も本当にたくさんね頑張ってねとか、もう毎日朝から偉いねって会うたびに言ってくださって、すごく嬉しいです。そうだね、夏希は今日が劇場200回、おめでとう。届けイハも送っとこう、200回おめでとうって。はい、そうそう、ゆうはポジはベルちゃんが守ってくれてますね。そうなの、今日ねルアがゆうはのいつものポジション、初めて。ヤマさんタワーありがとうございます。クマタワーありがとう。いけない太陽さん、クマありがとうね、ありがとう。今仕事中、頑張って。あ、仕事中にありがとう、とてもありがとうございます。お仕事頑張ってね。ありがとうございます。お知らせはカラオケが一段落ついたらする、7時、あとちょっと30分くらいになったら。こっちの眉毛下がりすぎじゃない、まあいいか。憧れていたステージ大歓声拍手と熱気の中、厳しいレッスン自分の壁乗り越えて迎えた今日、チャンスの幕が開く。一人だけ踊れずに帰り道泣いた日もある。思うように歌えずに自信を失った日もある。いつもライバルが輝いて見えた。夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花、その努力
決して裏切らない。夢は汗の中に芽を出してずっと待っている。いつかきっと願い叶うまで。スポットライトがこんなに眩しいなんて、長い夜が明けた朝日のようね。先輩たちには負けたくないよ、絶対に私たちのショーを作りたかった。怪我をして休んだ時、悔しくて泣いた日もある。学校とレッスンの両立に諦めた日もある。だけどアンコールがどこかで聞こえた。夢は涙の先、泣き止んだ微笑みの花。頑張ったつぼみがやがて咲く。夢は涙の先、雨風に負けず信じてる。晴れた空に祈り届くまで。死ぬ気で踊ろう、死ぬ気で歌おう。初心を忘れず全力投球で。夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花。その努力決して裏切らない。夢は汗の中に芽を出してずっと待っている。いつかきっと願い叶うまで。ありがとうございます。いい曲だよね、ほんと。初日さっきコメントで最終日だけどねって、そう、初日って歌いながら最終日なんですけど、今日はまあ初日をね、初心を忘れずにという意味を込めてです。さっくんさん、くまたはありがとうございます。わあ、ありがとう。まだまだ歌いたいものはいっぱいある。どんどん行きますね。負けたんだ、負けたんだ、ああ見渡せばあっちもそっちもライバルや。だってな、恋の倍率が高すぎて言うても、織姫喧嘩越しにならかったら恋やない。その可愛い子と突き倒せるくらいに、恥も見栄も外聞も全て捨てて戦うで。立ち込みよてぺんてぺん、欲しいものは欲しいわ。女の
みりゃライバルや友情もな関係ないよな競争や選ばれるは一人だけ世界一幸せな恋人よ狼つくで舐められちゃったら終わりや近寄るものを蹴落として愛はいつも命がけちょっとつもしんてっぺんてっぺんとたねるとなんかいらんわ日本のてっぺんとたね胸の奥が痛いね好きよって日本のてっぺんとたねもっとこの手伸ばして掴み取らな嘘やろ目指す夢はオンリーワンPH のてっぺんとったてっぺんとったんで本当に頑張りますカチコミやてっぺんてっぺんとったんで欲しいものは欲しいわ女のてっぺんとったんでこんな気持ち初めてや好きやね女のてっぺんとたねついて指をくわえて見てるだけじゃアホやで当たって砕けて何度や負けへんね負けへんねNMB48 さんのてっぺん取ったんででした。これもねてっぺん取らなきゃあかんのでを込めて歌わせていただきました。そうあかんのでね。ふっあとは何かあるかな。何にしようかな。あと2、3曲くらいいけるかな。そうやで、せやな、せやせや。やっほー、こんばんは。ゆはの羽もありがとう。ももりんごに関西弁を、ももりんご、ももりんごに教えてもらおう。どうしようかな。思いつかなくなってきたぞ。
よくない？我ながらとてもいい。ありがとうございます。いい曲選ぶ、ありがとうございます。いや、もう今ちょっとね、頭を振り絞って歌って
NGT の曲も歌いたいな。なんだろう、歌うなら何がいいかな。出陣。8時までです。7時59分までです。この気分なので、これにします。Oh yeah yeah, 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 Oh oh oh, 感情が込み上げてくる。呼吸をするたびに高鳴るんだ。人を愛したその時からできることって素晴らしくなる。そうだ、誰かのため何かしたい。今素直に思ったのは愛の連鎖なんだろう。世界の人よ、共に歌おう。願いのすべてこの歌に込めて。手と手つなげば分かり合えるんだ。みんな一緒に幸せになろう。悲しみの雨に打たれて涙が溢れたら思い出すんだ。そばで誰かが見守ってる。一人じゃないよ。どんな時でももっと人のことを信じてみよう。そう、世の中そんなに捨てたもんじゃないんだ。世界の人よ、歌っているか。言葉なんかが違ったっていい。大きな声で歌い続けよう。きっと未来は一つになれるはず。
藤和弘さん、くまありがとう。いや、最後にもう一曲歌いたい曲があるので、それだけ歌ってカラオケ終わりにしますね。誰かも手を伸ばす、みんなが諦めてるような、高い木の上探さないのか。なぜ君は絶対失敗しない、手頃な夢だけを選ぶのか。結果を出せないこととは、チャレンジするよりダメなことか。そんな近くに夢はないんだ。僕は無理をする、妥協はしない。冷ややかな目で見られたって、僕は無理をする、すべてをかけて。平気運転はいらない、高嶺のリンゴよ。落ちてくる幸運を待っても、その時間もったいないだろう。自分から木に登ったりして、リスク持たなきゃ手に入らない。勝ち負けはどうでもいいなんて、自分に弁解をするなよ。何かを競い合うことは想像力する、モチベーション汗の分だけ美味しいんだ。どうせやるのなら一を狙え、誰も羨む最高を。どうせやるのならランク落とすな、たった一つの目標。高嶺のリンゴよ。皆さんギフトたくさんありがとうございます。最後まで頑張りましょう。僕は無理をする、妥協はしない。冷ややかな目で見られたって、僕は無理をする、すべてをかけて。平気運転はいらない、高嶺のリンゴよ。
がとうございます。ありがとうございます。カラオケは終わりにしたいと思います。さっき夏希からね、公演合間で忙しいと思うのに連絡来て頑張ってって、嬉しかった。大関さん、くまありがとうございます。皆さんたくさんありがとうございます。須川さん、タワークマありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、あと30分はこのイベントに対しての気持ちとかもお話ししていきたいと思うんですけど、その前にさっき配信始めでお知らせを一個してもういいですかとお聞きしたと思うのですが、お知らせを一つしたいと思います。くまありがとうございます。近藤和弘さんありがとう。だんだんくまの耳が下がってきて猿みたいになっちゃったけど、くまくまでありがとうございます。じゃあお知らせしますね。これは言っていいよって今スタッフさん、さっき配信始める前に連絡来たので、あ、スカーさんまたクマありがとうございます。じゃあそれではね、ですね、まず何のお知らせかと言いますと、予想してた方もいると思うけど、グラビアをまた掲載していただきます。やったありがとうございます。19歳ラスト撮影のグラビアで、20歳初めての発売になるグラビアになります。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。で、雑誌はグラビアザテレビジョンさんで、グラビアザテレビジョンさんに掲載していただくことになりました。なんと発売日はもうすぐ迫っているのですが、9月30日なのであと5日後ですね。ななみさんと同じ発売日なんですけど、そう、今回撮影していただきました。ずっと言いたくてうずうずしてて、実は一緒の花火のインタビューの時、テレビジョンさんでインタビューしていただいた時にちょっと匂わせて、この夏の終わりには何ちょっと大人っぽいグラビアも待ってるのでお楽しみにしててくださいっていう匂わせをちょっとだけしてたりしたんですけど、それがこちらになります。ありがとうございます。皆さんがねいつもたくさん応援してくださるおかげで、こうしてまたグラビアをさせていただけるということで、とても嬉しいです。で、あさって日刊スポーツさん、あさっての日刊スポーツさんにアザーカットが出る予定だそうです。嬉しいですね。ライム1399さん、クマありがとうございます。はい、アザーカットが先に公開されるようです。ユーハもまだ見てなくて、
どんな風に撮影していただいたかがそうわからないので、あーどうだろう、全国版ないかな、新潟かな、あさとカットあさとカットかわかんないけど、アザーのカットがあるのでぜひお楽しみにしていてください。新潟版になります。なので新潟の方はぜひゲットしていただきたいですし、県外の方もあのオンラインとかでゲットしていただけると嬉しいです。お知らせできて嬉しいです。やっと言えた。ずっといつ言えるかなって楽しみにしてたので、とても嬉しいです。みんなも嬉しいですか？楽しみ、よかった。夕飯も楽しみ。そうですね、今回は本当に19歳ラスト、二十歳初めて、そうですね、そうそう19歳ラストだから、その撮影の時からもう二十歳になった後に出るやつだから、やっぱちょっと大人っぽく行こうかなみたいな感じで、ちょいと大人かな。楽しみに待ちましょう。あと5日間、10代ラストってこと、そうだね、10代ラストってことですね。二十歳の記念グラビアね、できたらいいですね。はい、ということでたたたた、楽しみにしましょう。絶対それでしょう、友達でいましょうでしょスタッフさんから写真をいただきました。確かにいつもよりも、ちょっと大人な雰囲気かもですね。チラ見せは。ということでですね、グラレポ、グラレポお願いします。グラレポ、いやなんかいろいろもらいそうなのでちょっと控えておきますね。はい、このイベント最終日にこうして発表することができてすごい嬉しかったし、皆さんへいつもありがとうございますの気持ちでいっぱいです。まさゆきさん、くまありがとうございます。ありがとう、皆さんギフトありがとうございます。本当に
表まで、そうですね、発表までで押さえておきます。うん、なんか歌うのやめたら突然すごく緊張感、緊張してきますね。ユーハーはもうこうして配信をすることしかできないから、あとは気持ちをお話しするけど、あと20分、そうね、あと20分、ちょっと一旦水を飲んで、うん、緊張感がやばい、緊張感あるよね。ドキドキだね。そうですね。おお、ありがとうございます。ヤオさん、クマありがとうございます。デラペンペンさん、俺の嫁ありがとうございます。嫁ですね。ユハの緊張わかりやすい。すぐ緊張出ちゃうんですよね。ありがとうございます。2位3位迫ってきてる、そうだよね、見えてる、こちらにも。見えてるけどどうしようもない、どうどうね、何飲んでる、お水です、お水。レインボーを投げ忘れにごちレインボーをぜひ持っていたらくださると嬉しいです。You are people kindly. あなたはわからない。あなたはなんだろう、kind、 優しい、 people、 人々、優しい人。近藤和弘さん、クマありがとうございます。クマちゃん、いっぱいありがとうね、ありがとう、クマありがとう、和弘さんありがとう、あ、とても親切ないい人って意味、あ、そうなんだ。You are なんだって、 You are kindly people, you are people kindly. Thank you. Please give me a grade. ありがとう、クマ。和弘さん、ありがとうございます。なん、じゃあね、そろそろ、話しようかな。ゆきさん、クマありがとうございます。そう、改めてこのビスイベントに参加してよかったなって、今日になってというか思ってるし、すごくいい期間だったなって思います。結果がどうあれ、1位目指すは1位だけど、結果がどうなったとしても、まあ、参加してよかったなって思えるし、お
お関さんくんもありがとう。そうね、なんかすごくあのこのイベントに出るって決まってから結構カツカツのスケジュールになることが分かって、ファンの皆さんになんかそのカツカツのスケジュールの中で配信するのもなんかなんだろう、万全な状態で配信できないから、それもそれでどうなんだろうなってちょっと申し訳ない気持ちもあったんだけど、みんながそんなこと気にしなくていいよって言ってくださってて、すごく心強かったですし、ありがとうございます、リバさん、くす玉ありがとう。だしなんかこのイベント通して、イベント中に生誕祭があったのもそうなんだけど、やっぱり自分の今やりたいことというか、なんというかやりたいこと、立ちたい位置とか立場とか、自分のやりたい、何やりたいこと、涙が出てきそうだけど、またなんかその自分のやりたいこと、今 NGT をどうしていきたいかとかが、とそういう気持ちと向き合えるいい機会になったなって思ってて、多分生誕祭だけだったとしてもスピーチを考える上で泣いてたと思うじゃないよあの考えてたと思うけど、より一層その自分の気持ちを確かめられるいい機会になったと思うし、ちょっとでも多くの方にこの期間でゆはのことを知っていただけたかなって思って、そうであればいいなと思ってます。こんばんは、はじめまして、ありがとうございます。ゆは、ね、すぐ涙が出てきてしまうのですが、なんか悲しいとか悔しいとかそういう涙じゃなくて、なんかわかんないんだけど涙は出てきてしまうもので、こんばんは、はじめまして、ありがとうございます。もうちょっとでイベントが終わっちゃうんですけど、よかったら見ていてくださると嬉しいです。まゆちゃん、くまありがとうございます。うん、そう、意味のある挑戦だったと思う。そう、ありがとうね、みんなも、そう、みんながそう言ってくれるだけですごく嬉しいです。期待の声をいつも伝えてる分、それがプレッシャーになってないかずっと心配でした。ありがとうね、気にかけてくださって。そう、生誕祭でなんかこれもさ、そう、言葉がちょっと足りなかったからそう思わせてしまった方もたくさんいると思うんだけど、あの生誕祭のスピーチでそのセンターに立ってほしかったっていう言葉がすごい嬉しかったけど悔しかったっていう話をしたんですね。でもなんかそれはなんだろうな、その言葉がプレッシャーになってるっていうわけじゃなくて、すごく嬉しいし、それがなんだろう、その言葉が自信に逆になってるから、プレッシャーもいい意味でなんだろう、その言葉によって生まれるけど、なんだろうな、負担になるプレッシャーとは感じていないので、そこは安心してほしい。あの全然迷惑とかでも何でもないし、なんならもっと嬉しい、なんか本当に嬉しい、そう言っていただけてすごく嬉しかったので、今後ももしそう思っていただけるのであれば、そういう声をねいただけたらいいなって思います。くま、たくさんありがとう。近藤和弘さん、ありがとうね。他にもみんなも
クマもし見逃してたらごめんね。あーゆはさ、思ったんだけど、全然関係ないんですけど、あの何、泣く、そうだね、泣くこと想定してなかったな。泣くの多分よく考えたら泣くだろうって分かってたと思うのにさ、ウォーター、あの水、お湯で落ちるマスカラに今日してしまったので、このまま泣き続けてしまうとゆはあのまつげがなくなります、そして黒くなります、目が。そうじゃんね、泣くんじゃん、そうだよ、泣くんだったね。うん、今から塗っとこうかな、もう一個上から。でもあと10分しかないから、やばい、あと10分って出た、黒くても好きだよ。やだよ。でもまだ今のところは大丈夫なので、あのここからしかまだ涙を流してないので。最後に面白いのやめて、いやそれであってユハだと思うからいい、いい、許してください。そうだったのだね。でも本当に本当に本当に良かったな、挑戦して。めっちゃ本当になんかあのこのイベント抜きで考えても本当に忙しくて、なんか史上最強に忙しかったですけど、それでもね、それでもイベントもうみんな朝さ早かったり、夜も全然スケジュール出せなかったりしたこともあったけど、それでも見に来てくれたり、コメントいっぱいしてくれたり、宣伝してくれたり、ありがとう、嬉しい、そう嬉しい、ありがとうね、正直なとこ好き、ありがとう。そういや嘘つけないので全部正直に言っちゃうんだけど、そうなんです、今日これだけ、そうそう、最終日ゆっくりちゃんと時間が取れてよかったなってほっとしています。ああ本当に2位が迫ってきているんですね、ドキドキだ。皆さんクマありがとう、伝えたいことは全部話せた。なんだろうね、あとは孫さんくもありがとう、うん、でも本当に本当に本当に悩んだけど絶対に意味があることになったと思うし、何よりみんなとの距離が縮まったというか絆が深まったというか、私ユハの気持ちもちゃんとちゃんとさ伝えられてよかったなって思う。あの普段なかなか口下手で、あの口下手と言いますか、なんというかわからないけど、本当に気持ちを伝えるのが下手くそで、全然みんなに言いたいこと言えないかったり思ってること言えなかったりするけど、また涙が出てきちゃうけど、そうなんか、そうそう気持ちはいつもね心に閉じ込めちゃうので、この期間はかなり伝えられたかなって思って、ねえいっぱいギフトありがとうございます、全部全然読めなくてごめんなさい、クマとかもたくさんありがとうございます。なので
NGT のファンの方皆さんに届いたかは分からないけど、普段よりは多くの方にきっとユハの気持ちが届いたかなって思ってるので、いつもありがとうございます、本当に本当に。うん、泣いちゃうよね。ありがとう山さん、クマありがとうございます。ふイベント終わったらご飯たくさん食べて、ありがとう。こちらこそありがとうね、こちらこそみんなみんながありがとう、本当に。ありがとうライム1399さん、クマありがとう。うん、リバさんもクマありがとうね、ありがとう。はい、あと5分ですね、あと5分ですけど、そうだな、何を言おうかな、あとはなんか言い忘れてることあるかな。そうでも本当にそう、このそんなにね、二十歳の誕生日がこのイベント期間中にあったんだけど、それもちょうどイベントのど真ん中で、イベントもあって生誕祭も当日にあって、もうそんなに盛りだくさんな誕生日もう二度と来ないと思うから、こんなにみんなとたくさん過ごせて、いや本当に幸せなのでありがとうございます。皆さんクマありがとう。あっちゃんクマありがとう。そうね、生誕祭だけじゃなくて、サクサクもありがとう。え、2にタワー100、それはすごいですね。あら、多分超えられる。そっか、本当だ、2になった。けど焦らず、焦らなきゃいけないか。でもどうもできないから、本当にみんなにありがとうしかユハ今伝えられないので、本当にありがとうの気持ちでいっぱいです。みんなが思ってる、なんだろうな、みんなが誇りに思える推しメンでありたいなってとても思います。みんなクマありがとうね、ギフトもたくさんありがとう。そう、推してて楽しい人になりたい。ありがとうたくさん。ありがとうございます、ありがとう山淳さん、クマありがとうね。全然読めなかった方もごめんなさいね、後でまたあのお礼配信するので、その時また読みます。ねえ、逆転されちゃっただけどね、まだどうなるか分かんないから、うん、気は抜けないです。2位3位1位分かんないけど本当にみんなのことが大好きなので、普段言えないけど今なら言え、本当に大好きなので、いつもありがとうございます、本当に。
みんなに支えられて楽しくアイドルしてます普段も言って、ありがとうね。ありがとう、たくさんありがとうございます。そう、本当に本当にありがとう。この期間もたくさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。8時ギリギリまでなのか。もうそろっとかな。肩が上がっちゃう。また。終わった。ありがとうございました。ありがとう、みんな。本当にありがとう。どうだろうな。とにかくありがとうございました。結果はどうあれありがとう、みんな本当にありがとうございます。ありがとうございました。あ、そうだね、まだ何も分かんないけど、お疲れ様でした。お疲れ様、みんなお疲れ様でした。ありがとう。5分後くらいに暫定の順位確定する。そうなんだね。心臓が持たないね。ありがとう、本当に。ありがとうございます。もうありがとうしか言えない今。4位かもしれない、そうなのか。4位、まあでも、お疲れ様です。そうね、本当にありがとうございました。ティッシュなくなるんだよね、もうあと1枚くらいしかない。ありがとうね、忙しい中頑張ってありがとうね。結果はまだ分かんないけど、我々の心はあなたと共にありますありがとう、ありがとうね。そうだよね、他も最後すごい。そうだよね、最後ね、そうなっちゃうよ。ありがとうございました。
ね、ショールームイベントって最後辛いけどたくさん配信見られるから嬉しそう。そうね、こんなティッシュ折りたたんで涙拭く人絶対ないよねありがとうございます本当に。そうだね、ユーハウィーク終わりましたね、これで。みんなありがとうね、1週間そうだね、1週間ちょうど1週間前からだったから、ありがとう。ありがとうね。そうだよね。まだティッシュある。あ、これでなくなった、空っぽになっちゃった。うん、悔しいよね。みんなが頑張ってくれたけど、そんなこと言わないでね、ごめんとか言わないでみんな。ごめんねって言わないでね。いやもうごめんねは言わないから、みんなもごめんねって言わないでね。そうか。
代わり本当にありがとう。本当にみんなもいっぱいきっとごめんはごめんでしょ。そうね、そう。ありがとうございます。負けるな、次こそ負けるな、頑張りますね。ありがとうございます。そうね、今回そう、あの戦う他のグループの皆さんも結構あのそのグループの次世代あの担うメンバーの皆様だったと思うので、その中でまずやはりあの同じ何同じ土俵に立てるのかなってまず心配してたんだけど、そんな中ずっとあの1位をキープしていただいたことだけでも本当に嬉しくて、それがまず嬉しくて、そんなになると思ってなかったから、そう、それだけが、それだけでも本当に嬉しくて、そうそう、そのそうならなかったら多分もう最初からあ今回無理かもなって思ってたから、そうそう、不安だったけど、みんながずっとそこにいさせてくれたからありがとうございます。はあ、ティッシュないけど鼻が詰まっている。5人も接戦になるの初めて。そうだよね、いつもだいたいさ最後の2人とか3人とかその1から3位までとかが接戦になると思うけど、それほどねみんなが頑張ってたってことだし、鼻詰まってて何言ってるか分かんないかもしれないけど、このままちょっと喋り続けますね。そうそうだと思う。それがまずみんなすごい、みんな頑張ったからライバルだし、もうお話もしたこともないけど、こんにちは。そう、今になってすごく初訪問の方がね増えているんですけど、きっとあれだよね、そのイベント終わってあのみんな他のルームも見に行って見てる人たちですよね、きっと。ありがとうございます、来てくださって。北村優派です、ここで宣伝しておきますね、私の名前を。北村優派です、 NGT48 の3期生です。あ、みんな配信終わったんだ、そっかそっか。アイドル大好きです、いろんな曲カラオケで歌います。ぜひ気になったらフォローしてください。SNS もやってます、フォローしてくれたら嬉しいです。いやー
もうこの期間ね、本当にね、あのですね、ベッドで寝た日もいっぱいあったけど、寝れなかった日もいっぱいありましたしね、ベッドもそんなに、もうなんか寝るスペースだけしかないようなベッドで、ちょっとお部屋もあの汚い、もう本当になんか心の余裕のなさが部屋にも出るくらいに本当にひどかったんですけど、頑張りました。なのでこの配信が終わったら、あの片付けをします。絶対今いっぱい人見てるのに部屋が汚いってこと言っちゃった。厳しいスケジュールの中配信してくれたことが嬉しい、ありがとう。そうなんかね、あのね、そう、あの本当にスケジュールが本当にカツカツな中で申し訳なかったんですけど、申し訳なさすぎて、なんかもうなんかね、これ無理かもって始まる前に思って、なんかそう、もうなんか、うん、いや、このままイベント始まることが申し訳ないって思ったけど、でもやっぱり決めたことだしやり抜きたいと思って今回頑張ったので、みんなにその気持ちが届いているであろうと思っています。すごい、さっきからたくさん衣笠あやみちゃんの X のが来る、いや可愛くて好きです、衣笠あやみちゃん。どんな時でもついていきます、ありがとうね。もっとファン頼っていいね、ありがとう。そう、それをね、すごい生誕祭の時からたくさん言われる、夏希にも言われるし、みんなにも言われるし、本当にたくさん言っていただくんだけど、でも前よりも頼れるようになったかなって思ってるよ。みんなにはどう映ってるか分かんないけど、優派的には前よりかは頼れるようになったんじゃないかなって思ってます。ちょっとティッシュ、コマがすぐ終わってすぐ連絡くれてた、お疲れ様ですって、8時ぴったりに。ティッシュ、ランキングの100位の人のポイントが高いのすごい。ユーハですか？あ、センキュー。あー、しかもいいティッシュで、ありがとうございます。
いいティッシュ、いいティッシュをいただきました。これでいっぱいこれでいっぱい、鼻を噛んでも鼻が痛くならないですね。よし、はい、今日はちゃんとミュートにしました。もうね、この泣いて涙を泣きながらな、あの鼻を噛みながらガーってやったらみんなの心も分からなくなっちゃうと思うのでありがとう、本当にたくさんありがとうございました。いや、今やめ時が分からなくなっています。でもこのまま、このまま一回聞いた方がいいかな。お礼配信もしたいし、ありがとう。全然多分なんかこのままやってたらずっとやっちゃうからね。一旦休憩する？みんなも休憩したいよね。え、じゃあさ、もうじゃあさ、ね、いや、もうさ、くよくよしててもしょうがないし、そうだよね、晩飯食べに行きたいですよね。そうですよね、みんなご飯食べてないもんね。ご飯食べてきて、みんなぜひご飯を食べてきてください。お家にアイスありますか？意外とあるんだ、みんな。ないか、アイスじゃなくてもいいけど、なんかありますか？ご褒美になるもの。イハはあります。このイベントが終わったら食べようと思っていたアイスが、子供たちのある、子供たちの食べたらそれは多分怒られちゃうから食べない方がいいかね。うん、だから終わったらみんなでアイス食べませんか？それ早く言えばよかった、昨日とか。イハは今回のアイスは、あ、そう、お疲れ様会です。早いけど一旦まず何時にしようか。最終号、最終号する。一回みんなご飯食べてきてください、ぜひ。ご飯食べないとね、大変だから。いやは今回はハーゲンダッツのカップじゃなくてバーのなんかホワイトチョコミントみたいな、バーを用意してあるので、それにするよ。コンビニで売ってるからどうだろう、わかんないけど。ベルちゃんセンターの角田派もよかった。おお、そっか、もうそんな時間。コマ優しいコマがずっと
NGT は可愛い子、ありがとうございます、嬉しいです。ルアシーユハポジ、そうだね、ルアシーユハポジなんです。今日ルアのわちゃごなとかも絶対可愛いと。コマちゃんはねめっちゃ優しい、本当に頑張りすぎです、涙、結果は置いといて休んでくださいって、ありがとう。何時にする、何時にしようかね。9時半、早い、早いか、1時間あればどう、9時半か10時、どうでしょうか。これそう、充電が、うん、お風呂も入っちゃって、みんな22時にしようかな。じゃその頃には仕事も終わります。あ、よかった、22時でもいい、じゃあ22時に、次22時にしましょう。みんなでアイス食べようね。今日の22時です、また後ほど。スクショタイムしよう、そうだね、スクショタイムしよう。さっきさほちゃんが夕日を見ているか歌って終わりましたっていうコメントを見て、あ、めっちゃいいなって思いました。選曲が最高だけど、なんかいや今何も思いつかない。こちらは UFO を見ているか、うん、一文字違いだけどさ。イエーイ、ありがとうございました。あとは何がいいかな、羽、二十歳になったので二十歳のポーズもしておきましょうかね。本当にクマこんなに並ぶことないよね。クマありがとうね、本当に本当に。クマだけじゃなくてもう全部みんなありがとう。なんか謝罪みたいになっちゃうこれじゃ。ありがとう。ありがとう。水たまりよね、そうだね、熊の水たまりですね、ありがとうね、綺麗、水色で。熊だまり。ありがとう。ありがとう。結果がどうなってもこれからも夕飯大好きは変わらないので、ありがとうございます。それではじゃあね、一旦終わりにしましょうかね。アイスフライングしないでね。 OK、 大丈夫大丈夫。みんなご飯食べてください。ゆっくりご飯食べて、10時だからまあきっとお風呂も入れると思うから、お風呂も入って、夕飯はお風呂ちょっとまだ入んないでしようかなって思ってるけど、入ってもいいかな、どっちにしようかなって考え中です。でも可愛い姿で会いたいな。ということで本当にたくさんありがとうございました。1週間また会うんですけど、すぐ
2時間後くらいに。ありがとうございます。ギフトもたくさん、みんなの気持ちは届いていました。ありがとうね。コメントも壇上を最後に読んで、壇上だけじゃなくてあれか、あーこういう時は100円から読めばいいのか。でもな、入れ替わりそうだよね。やっな、どうしよう。普通にじゃあ壇上読みますね。でまた後で、いやでもな、そうだね。じゃあもういはポン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 って、そう多分今ね何もギフトな来てないから大丈夫だと思うんだよね。投票機能にでもしておく、一応。よし、これで読める。名前だけポンポンポンって読んでいくね。多分知らない人もいると思うから、今回は、あでもさん付け、あ変わった変わった、本当に変わった。なんでなんで、これが始めたからか。えこれは入んないよね、投票のやつは。だよね、入んないよね。呼び捨てで失礼いたしますね。読みますみんなが活発になってきた。おい何位とかも言わないで名前だけ、ちょっと失礼します。タスク、ごま豆腐、ともおじ、やへい、直吉、りょうま、りょうすけ、たかの、パラパラ、たむちゃん、かがみ、すいずみゆ、よっこ、55kg、赤いけい、けん0066、たつやぴ、ちゃーちゃん、さかしゅうちゅん、たたほか、ウーロン茶、どん、えいてぃ、かずひさ、さとみ、れいん、とし、ゆうおう、めがかず、OTGP、てれてるも、カルパラ、富之助、たけ09、なんかめっちゃ押しちゃう、ジャンボ、突破9、ののいく、小林315、あーなんて、あ上瀬城、チップ、水木 N、 よいしょ、ミニー、リヤマ、ミー、小麦、ケイヤ、リョータ、あいっぱい名前が、はい、沈黙が愛なら絶対的第六感、てんてんてん、ありがとう。カン、ドランキー、カズツー、山あり、青、カズ渡辺、トックン、トトちゃんさん、トウカ、のびのび、渡るち、ランマル、ネズミ先輩、坂健、前前、よいしょ、佐藤ハブオ、ノーネーム、すすす、みち、ゆおう、だんや、まさ、ともじ、しゃりぞうちゅん、いけない太陽、とんかつ、おおおさ、おお、わかんない、おす、おすえわえある、はまっぴ、ゆうき、ひでひで、リーダー、ひかり、バゴ、デラペンペン、よいしょ、ノリ、コケブ、ライム1399、コバ、ヤマジュン、ヤオ、北村の定住水道橋博士、マユ、白いアルパカ、マサユキ、
大関片山さっくん本田トット敦子みゃ近藤和弘ぎはありがとうございます。おおな、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ひとまず終わりにしましたいと思います。また10時にお会いしましょう。ありがとう、本当にありがとうね。また後でね。またね。あ、投票中ですが。またね。